バーン2000計画、バーン2000計画、バーン2000、計画、ドク、バーン2000、フッツ、レール2000、イ、フェロビア2000は、1987年から進められている、スイス連邦鉄道、スイス国鉄の鉄道網改良計画である。計画は、高速化、接続の改善、車両の近代化などから構成されている。年の国民投票の承認を、 受けた連邦決定により2004年の第一段階終了までにおよそ130の建設プロジェクトに59億スイフラン、約5800億円が投じられた。バーン2000計画は以下のような要素から構成されている。バーン2000計画はいくつかの段階に分けて実施されている。より早く、より頻繁に、より快適にがバーン2000計画のモットーとなっている。 スイス国民の増大する交通需要をできるだけ鉄道によってカバーするのが最終目的である。バーン2000計画の第一段階の主要目的は高速でより便利な列車の接続をスイス全土に提供することである。さらに主要な駅での乗り換え時間を短縮し列車同士の互いの接続関係を同期させる。バーン2000計画を実施することになった主な理由が この乗り換え接続を改善する濃度の原理である。乗り換え駅では列車や関連する接続交通機関が毎正時または毎時30分の少し前に到着し、毎正時または毎時30分の少し後に出発するようにする。このようにすることによってあらゆる方面からあらゆる方面への乗り換えが同時に短時間で行えるようになる。このため高速化の重点は 乗り換え濃度駅間の所要時間を30分や60分単位にするということに置かれた。修理費ベルン間は所要時間がこの原則から外れていたため所要時間が60分を起きるように高速新線を建設することになった。さらに乗り換え駅の周辺ではほぼ同時に複数の列車が進入、進出できるように部分的に大規模な改築が行われている。 ただし、財政的な理由により可能な場合は常に、コンクリートよりもエレクトロニクスの原理が適用され、路線の改良や新設よりも高速車両への投資が優先されている。また、ベルンを通らずにチューリヒとジュネーブ、ゲネベイを直接結ぶジュラフス線、ジュレイフーズスリニー、ビール、ビール、ヌーシャテル、ニューシャーテル、イベルドン、イバーダンモバー2000計画の改良対象となったが、 これは、フリコ式のラブド500型を投入することによって実現されている。スイスの各都市を、濃度の原理で30分規格のダイヤでより緊密に結ぶこともバーン2000計画の目的で、これは、全路容量と車両の増強により達成されている。鉄道の利用者は、新型の車両を好むので、バーン2000計画の第一段階では、需要の大きな区間に、 時速 200km 走行が可能な例460、軽電機機関車と2階建ての IC2000 計客車を投入した。また、カーブの多い区間では、振り子式のラブド500軽電車を投入して高速化を図っている。また、駅舎の建て替えが進められ、スイス国内の長距離列車はすべて冷房付きの車両で運行されるようになった。バーン2000計画の最も重要な柱が、 ベルン、オルテン、オルトン間にある 37km のマット指定点、ロートリスト高速新線で2004年12月に開通している。新線区間では時速 160km 運転をしており、2005年のダイヤから所要時間が短縮されている。さらに2007年12月のダイヤ改正から時速 200km 運転が開始される予定で、 これにより、オルテンベルン間はさらに2分短縮される。この他のバーン2000計画第1段階の改良線は、ドレンディンゲン、デレンジンゲン、インクビル、インクイル、チンメルベルクベーストンネル、ジマーバーグバサスタネル、第1段階、アドラートンネル、アドラートンネル、ゴルジエ、ゴージア改良線、バウデレンストンネル、ボードレンズトンネル、コペー、コッポットジュネーブ間の参戦化などである。 1970年代に、ザンクト・マルグレーテン、ショートトン、マーグリサン・ローザンヌ、ローザンヌ間と、オルテン・バーゼル間の高速新線が計画されたことに始まる。この新線は、新横断幹線、NHT、ノイエ・ハウト・トラバーサルと呼ばれ、ジュネーブからザンクト・ガレン、ショートトン、ガリンまでの所要時間を2時間45分まで短縮するとされた。しかしながら、 地元住民の抗議活動の影響もあり、最速の所要時間よりも乗り換え接続の改善に重点が置かれるようになった。これを受けて54億スイスフラン、1985年、当時の物価水準で、の予算で4つ、高速新線を建設する計画が再提案され、1987年の国民投票で承認された。1991年にはすでにコストが、 大幅に過小に見積もられていたことが明らかとなり、1985年の計画を完全に実行するためには160億スイスフラン、1991年、当時の物価水準でが必要とされた。このため、連邦参事会は計画を各段階に分割し、第1段階は最大で74億スイスフラン以内で収めるように命じることになった。 この計画の変更により、以下のような影響が出た。この外の計画変更として、ゴッタルドベーストンネルの開業後の交通量増加を考慮して、中立費、タルビル、サリル間を線路の改良から、伏線の新線建設に切り得たことがある。変更された、バーン2000計画第一段階で実現された、改良は2004年12月に運用が開始された。コストは、 最終的に1994年の物価水準で59億スイスフランとなった。バーン2000計画で重要な点は、計画全体を複数の段階に分割して、それぞれの改良点ごとに運用を開始できるようにしてあることである。1997年以来、完成した部分の運用開始が実施されてきた。最重要な改良である、高速新線は二千四年十二月まで、 運用開始できなかったが、それ以外の改良点はその時点で、すでに運用開始されていた。技術上の問題により E トックスの導入が遅れたため、高速新線と改良線は急遽通常の路側信号方式で開業することになり、最高速度は時速 160km に制限された。このため所要時間の短縮は当初予定していた13分から11分となり、 ダイヤには全く余裕自分が含まれないことになった。これはダイヤが容易に乱れる危険性を内包しているということであり、このため、各乗り換え駅での乗り換え保証時間が多くて3分と見積もられた。2006年12月にはすべての高速新線が E t o x で運転されるようになり、時速 200km 運転の開始は2007年12月に予定されている。 スイス国鉄が公式に発表しなかったために、ほとんどの人は知らされていなかったが、言語間の中立性を保つために、2004年12月12日のダイヤ改正から、列車種別のリージェノルズグはレギオ、記号 R2、シュナルズグはリージェクスプレス、記号 RE に変更された。それまで同一列車でも駅により、シュナルズグ、ドイツ語圏、トレーンダイレクト、フランス語圏、 トレイのジレット、イタリア語圏と異なる故障をされていたのはすべて、リージェックスプレスに統一された。バーン2000計画と並行して進められている大プロジェクトとして、ゴッタルドベーストンネルとレッチュベルクベーストンネル、ローチバーグバサスタネルを建設する、アルプトランジット計画にと、ノイエアイゼンバーンアルパントラバーサルがある。アルプトランジット計画では、スイスのドイツ語圏とティチーの州、 ティチーノの間の所要時間を1時間短縮する。レッチュベルクベーストンネルは2007年に営業を開始し、以下のように所要時間を短縮している。チューリヒからバレー州、バレンへも2007年には2時間以内で結ばれる。アルプトランジット計画のゴッタルドルートも進行しており、ゴッタルドベーストンネルは2017年、チェネルベーストンネル、 サネリー・バサスタネルも2019年には開業する予定である。スイス交通省ボブ・バンディゼムット FR ・バーキアではバーン2000計画第2段階に関して各州と鉄道側で異なる要望を同時に検討している。バーン2000計画第2段階は鉄道の将来建設計画とも呼ばれている。スイス国鉄は2006年4月に交通省とに 記者会見を行い、バーン2000計画第2段階の対象となる地域で、広範な指示を受ける構想を発表した。計画では、巨大トンネルの建設のほかには一部の改良計画のみが実行される。東西の接続を高速化することで、ローザンヌ、ビール、インターラーケン、インターラカン、ザンクトガレンを、濃度システムに組み込むことになっている。以下のような改良が計画されている。 中ヒからザンクトガレニやビールへの所要時間はこれにより1時間を切る見込みで、同様にローザンヌからベルンも1時間を切る予定である。これらのプロジェクトにさらに15億スイスフランが拡張計画のオプションとして検討されている。バーン2000計画の第1段階で実現されなかった改良は、この結果ほとんどの部分で、なお実現されないままとなる。スイス国鉄だけでなく、 BLS も改良要請をしている。BLS の要望する改良点は以下の通り。この枠組みはフィナブ基金を元にしており、同じ基金を元にするヨーロッパの高速鉄道網との統合計画やジュネーブにおける鉄道改良計画との調整が必要である。基金からの最初の資金は2012年頃になる。見込みで、バーン2000計画の全体完成は2030年頃に、 なる見込みとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。